ボイスサプリあのー…先輩どんかしたとですかあーいや、なんか悩んどる子だったっけもし、僕でよかったら話し… 聞きます場合？あああのその無理に話してもらおうとは思っとらんばってあのー、<laughs> 少しでも先輩が楽になったらよかなーって思ってああすいませんおせっかいんごたったですね <laughs> はい でも、疲れた時とか、悲しい時とか、辛い時とか、そういう時って、誰かに甘えんば、辛かったかっかなって思うとです。だから、その、僕やったらいつでんゆかですよ。<laughs> 甘えてくれても。 <laughs> だってそりゃ先輩にはお世話になっておりますし <laughs> 先輩のこと尊敬しとりますけんはいそがんですよ <laughs> いつでん頼ってくださいな <laughs> あすいません 勝手に手羽繋ないでしもってああすみませんあ <laughs> あああそがおかしかったですか <laughs> ああでも先輩が笑ってくれてよかったですはい やっぱり先輩は「笑っとったと」が可愛いかですね <laughs> チャンネル登録をして次の動画もちょっとだけ見てみない